ブレンドしたんね、うちはあのハーブ茶から、ハーブ茶からね、はい、あのほうじ茶から、でこれはあの何七何ですか、これはあのゴーヤみたいな、ゴーヤの置いたやつ、うちはこんなん入れる。でこれをね、これもしか出たら悪いからね、この袋入れるんや。ああ出らんように、うん、こうお湯にね出るときにこの袋入れてね、でこうこれ入れて、これでねうちに、でこれはねお茶や、はい、それ分からない、これはあの小豆、小豆の入れるんや、小豆のおかずね、これも入れとこうな。でこれでもう長いこと炊くんやで、これで沸いてきてからこのお米入れるんや、お米洗ってからね、はい、でまあ沸くまで困ってらんないもんな。始まきつきつ火で、ね、強火で、強火で、強火、お米入れた時は強火で沸いて、不完程度にここ火加減していく。ああ油沸いてきた、泡吹いてくるから、吹いてくるから粉になってくるからな、ね、でこのここで火加減、ここ不完程度に、不完程度に今緩める、ね、緩める、うん、でこなして20分ぐらい炊く。20分ぐらい、うん、9時になったらもうおろしたかよ、はい、9時までにまた移す、はい、しゃぶりあげようか、はい、うん、こっちはこのこんなうちのお母さんあんまり粘った感からこのぐらい、ああ、はい、食べても甘いですか、え、小豆甘ないよ、そのまま炊いたやつ、小豆の甘いのおかしいもんよ、そのまま炊いたのをそのまま、味ついてないから体にいいからと思って、ああなるほど、で今ちょっとおかしさん、もう3錠ぐらい炊くんかな、うん、食べたな、時間経ったらまた、うん、粘っていくんだよね、どのぐらいかな、どこ